ひながやつりは単子葉植物、カヤツリグサかカヤツリグサ属の植物である。カジョセタケが低く、全体に柔らかい一年草である。セタケは1 0トルからせいぜい2 0トル程度。水田によく見られる。地下茎はなく、根元で束になった、多数の枝を出す。根室葉は扁平で柔らかく、やや斜めに伏せて出る。 ただし数は少なく、家計が増えてくるとその根元には、鞘があっても養診はほとんど発達しない例が多い。家計は斜めに出て、やや立つかあるいは伏せ、先端には一つの法要がつく。法要は長く、家計の延長になっているが、扁平で、全体として、細長い葉のようにも見える。過序は、家計の先端、ただし法要が、その延長になるので、側面に出るように見える。 コボは数個が集まり、手のひら状に出るが、往々にして3個が10文字になる。そのような集まりがさらに数個、短い柄や長い柄の先につき、あるいはさらにそこから柄を出してその先にもつく。こボは、長さ5から12ミリメートル、単緑色、楕円型で非常に扁平。ただし、輪辺の先端が小さく尖って反るので、周囲に細かいギザギザが並んだように見える。 果実はトーラン型で三角形、中東は三列。湿ったところに出現する。背が低いので、開けた場所に生育するものである。特に水田では稲刈り後に多数見られる。日本では本州から九州に分布し、国外では朝鮮、中国、オーストラリアから知られる。湿地に出るかやつり草類としては、特に小さい。 同じく小柄なものに青がや釣りなどがあるが、これらは、こぼが扁平でなく、塊になってつく。小柄で扁平なこぼをつけるものとしては、くぐがや釣りがあるが、こぼが大きく、またより乾燥した場所に生える。ありがとうございます。